いやかっこいいな、めっちゃ汚れてるけど、めっちゃ汚れてんな。こんばんは、マルボールです。ということで、今日は1月の31日、もう1月も終わりですね。1月31日の日曜日、時間は午後10時半を回ったところです。ということで、今日はね、朝じゃないな、もうあれ昼ですね。お昼にちょっと清流に久々に乗って、ちょっと動画を、ちょっとだけ GoPro で動画撮ってたんですけど、前回の Vlog がいつだったかな、あれから多分、数日、Vlog 撮ってなかったんですけど、前回は2020年の、年末、そして年始、2021年の年始の、僕の生活をちょっとね、語ったというか、お伝えして終わったと思うんですけど、今日はね、前回言ってた通り、2021年の目標を、お話しできればなと思っております。ということで、早速その2021年の、僕の目標を発表したいと思うんですけど、2021年はですね、俗に言う PDCA サイクル PDCA サイクルを、日常の生活できっちり回していきたいなというところです。はい。で、PDCA って何かっていうと、社会人の方とか、学生の方も聞いたことあるかなとは思いますが、プラン、ドゥ、そして PDC、チェックかな、チェックで PDCA はアクトですね。計画実行評価改善っていう、これをずっと繰り返すことで、物事がいいように進んでいくっていう、一歩一歩進んでいくよっていう、そういうやり方がねあるんですけど、それを、ちょっと日頃の生活にちょっと取り入れていこうかなと。取り入れて、より満足感の高い生活を送っていこうかなと。いろいろ、昨年に引き続きね、やりたいことはいっぱいあるんで、その、いろんなやりたいことがある中で、それらを効率よく進めていくためには、やっぱり、そういう方法を使って、日々過ごしていくことが大事かなと思ったので、何度も言いますが、その PDCA サイクルを日々回して、過ごしていきたいなと思っております。で、去年というか、ついこの間までは実は近いことしてて、実は最後の、改善の部分がないところまではやってたんですよね。Vlog 撮ってる中でいつもおはようございますって、朝ね Vlog 撮り始めて、今日は何と何こんな感じの予定でやっていきたいと思いますってまず朝に言うじゃないですか。あれは、プランですよね、計画の部分で。で、日中実行して、で夜ね最後 Vlog 締めくくる時に、いや今日はこれができませんでした、でもこれができたのでよかったですみたいな、コメントをねこれまで残してきたと思うんですけど、結局ね今までってその その評価すると、一日を評価するとこまでよかったんですけど、評価してそのダメだったところを
改善するの、次はこうしたらうまくいくんじゃないかっていう、その改善、するところに至ってなかったんですよね。なので、同じ失敗を日々繰り返してきたと思うんですよね、結構、うん、なので、そうだな、例えば何があったかな、まあね、早朝ツーリング行きたいっていう話をね、多分去年も何度もしたと思うんですけど、まあ、結局次の日ね、あ、朝起きれませんでしたっていう日がね何回かあったと思います。で、結局その起きれませんでしたっていう結果だけで終わってしまって、あの改善策が、立てれてなかったというか、まあ、そういうことが日々あの積み重なって、まあ、やりたいことが結局できずに、あの2020年ずっと終わってしまったなっていう、感覚はあるので、ちょっと2021年ね、社会人2年目に突入しますけど、まあ、ちょっと仕事だけじゃなくてね、日常生活も、もうちょっと向上心を持って取り組んでいけたらいいかなと思います。で、まあそれを年始、お正月休みに一応思ってて、ずっと、なのでひとまずね、1月の間は、1月というか、まあ先々週までは今まで、まあ、結局そんな人間すぐ変われないんで、2020年と同じような生活を繰り返しながら、まあ、どういう感じで2021年の生活を構築していけたりしたらいいかなっていうのをね、あのじっくり考えながら過ごしていたんですけど、まあ、早速あの昨年の反省から改善したところがあって、なんか僕って結構何でもその新しいこと始めるときにいっぺんにこう始めようとしちゃうんですよね。例えばよっしゃ Vlog ね、あの頑張って更新するぞってなった時に、動画撮って編集してアップロードしてっていうのをいっぺんにね習慣づけようと思ったら結構厳しい。まず編集で結構時間かかるし、まず動画撮るのもね、ちゃんとこうカメラを持ってというか、まあ、カメラの電源入れて僕が多分ポチッと押すだけですけど、押して、撮り始める。まあ、何ならこの最低限の身だしなみ、まあ、こんな今日は、緩い身だしなみですけど、一応ね、全世界に配信されるんで、軽く身だしなみ整えてとか、一応準備はあるんですよ、うん、なので、まあ、そうしながら動画撮るっていう行為と、その後、時間をねちょっとかけて1日24時間の限られたうちの、1時間か2時間使って動画編集してアップロードするっていうのをいきなり全部習慣化しようと思ったらかなりきついんですよ。で、結局ね、去年なんかは、まあ、数日は続いても、まあ、いわゆる三日坊主的な感じで3日間ぐらいは、まあ、なんとか、連日更新できたけど、まあ、結局4日目ぐらいからやっぱきついきついってなって、また更新が止まってしまうみたいな、そういうのを結構繰り返してきたっていう反省があって、まあ、そういう反省を踏まえて先週からちょっとね、まず一つ目の目標を立ててやってるのが、 Vlog 撮るのは一旦やめるというか、まあ、まさにこの週1ぐらい、週1とか週2ぐらいのペースで動画は撮っておいて、でまずは、動画編集を、毎日やるっていう習慣をつける、まあ、これを目標に、実はやっておりました。なので、まあ、先週の動画から、まあ、先週の動画内では、明日も撮るかもって言ってたかもしれないんですけど、まあ、実はそういうところがあって、でこうやって久しぶりに撮っております。まあ、この計画実は今成功してて、もう先週ねかなりいい感じに ほぼ毎日というか毎日編集してアップロードして公開っていう流れができました先週で、この土日もですね一気に動画編集何本もしてて、なんなら今日は5、6本編集しました。編集して今アップロードしてるのでリアルタイムに近づいてきました。まあ11月とかの動画今編集してて、まあ3もう2月だから3ヶ月弱かなぐらい遅れてたのが、もう多分11月の動画は終わって、もうすぐ12月で、12月もね言うてそんなに動画撮ってないから、すぐ、まあ、今週も先週と同じように、日々毎日動画編集する習慣を守っていけば、まあ、今週中に、まあ、今週で、リアルタイムにもしかしたら追いつくんじゃないかなと思っております。まあ、そんな感じでですね、一つ一つこうあんまり大きい目標立てすぎずに小さい目標をちょこちょこクリアしていく。結局 PDCA サイクルって、
何回も何回も数を回した方がいいんですよね。なので今ねそうやって1週間ぐらいで、まあ、まだ初めなんで1週間単位でこう目標立てて、計画実行して、評価して、まあ、今日もうこれから今日の日曜日で2週目なんで2週目がスタートなんで今日また新しい今週の計画立ててっていう感じでスタートしたんですけど、まあ、そういう感じで今1週間ごとに、まあ、大体やってますけど、まあ、これ慣れてきたら3日ごととか、まあ、1日ごと一番動画というか Vlog でやってるような感じですよね。朝計画立てて日中実行して夜評価してでちゃんと改善策を立てて次の日を迎えるっていう、まあ、そういう流れに持っていけたら本当一歩一歩一日一日着実にこうやりたいことをこなしていけると思うのでちょっと最終的にはそこを目指してやっていきたいなと思います。で、まあ、こうやってね動画で喋るのもいいんですけどやっぱり、自分の視覚的にもうやっぱり意識していかないといけないなってことで一応ねExcelとWordを使って日々の、計画と、実行内容と、評価と改善策を一応ちょこちょこっとメモというかねシートを作って、書くようにはしてます。なので、まあ、ちょっとねまだ始めたばっかり本当にまだ始めたばっかりなんで、ちょっとフォーマットが怪しいというかまだこれでいいかなっていうちょっと自分の中でもまだ悩んでる状態っていうかまあ大体決まってはいるんですけどもう1ヶ月経つんで今年になって、まあ、もう少し綺麗に片付いてから整理できてから、まあ、そのシートとかはお見せしようかなと思います。とりあえずまあそういう感じで2021年頑張ってますよという、報告まあ目標のお知らせというかねはいそんな感じです。はいということで、まあ、2021年、まあ、まず、まあ、それが一番大きな目標ですね。日々 PDCA サイクルを回していくっていうのがね。でまあその下にまたやりたいこととかいろんな目標がまたぶら下がってるので、まあ、それをちょこちょこお伝えしながらまたこの Vlog 進めてきたらなと思うんですけど、まあ、大体一応年間の計画も決めててもう大体やりたいこと決まってるからねそれを、12ヶ月で、割って、大体決めてます。なんでお金の使い道とかももう大体決まってしまってるんですけどまあまあそこは、まあ、なんか新しい製品が出たりとかなんかまあ、散財はしないように気をつけたいんですけど、まあ、臨機応変にはやっていきたいと思ってますが、まあ、そんな感じでちょっと社会人2年目ということでね1年目、まあ、とりあえず、まあ、バイク2台買って、まあ、そこはかなり良かったかなと。 R6 も、もう本当に2020年で最終モデルだったんでいや本当買っといてよかったなと。本当買ってなかったらもう後悔で仕方なかったと思うんで、まあ、そこは良かったかなと思うんで、まあ、まあ2020年もなんだかんだ良かったけどね、うん、まあまあその中で、まあ得られた反省を生かしつつ、2021年も頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。そうですね。まあ、だからあと他にどんな目標があるかっていう具体的なことを言っておくと、例えばじゃん、1億人の英会話っていう本なんですけど、東進ブックスの。これまた Amazon で買って、まだ最初の5ページ、10ページぐらいか、10ページぐらいしかできてないんですけど、ちょっと英語もね喋れるようになりたいなと思って、もともとね英語は好きなんですけどまだ実力がちょっと追いついてなくて、でもしかしたらねいずれ会社で仕事で、アメリカに行ったりとかすることがありそうなので、まあ学生時代ね専門科目が忙しくて本当にあんまり一般科目っていうかね英語とか一般科目になかなか、まあ言い訳ですけど、集中できなかっただという意味では今は逆に日中仕事終わったらね、学生時代は家帰ってもレポートを書かなきゃいけなかったんですけど今は家帰ってきたら自由なんでこの時間を生かしてやっぱりなんかいろいろ身につけたいなということでひとまず英語勉強しようかなと思ってます。でまあ英会話とあとねこれは TOEIC の、金のセンテンスと、まあいろんな文章が載ってるやつですね。これで単語とか文章が覚えれるってやつなんですけど、ただね英会話で、まあ、英語実際喋れるようになるかもしれないんですけど、まあただ勉強しててもなんかこう目標が見えづらいかなと思って、まあ、なんでいずれこの TOEIC を受けて、まあ、学生時代一回受けたんですけどそんなに良くなかった、確率の壁をちょっと超えるぐらいの点数だったんで、いやちょっと、もうちょっとちゃんとした点数が取れるように、まあ、腕試し的に TOEIC を受けてもいいかなと
思っております。まあ、昨年は電気工事士ね、電気工事士受けて無事合格することができたんで、で合格のハガキも届いてるんで、それも申請しに、免状申請しに行かないといけないんですけど、でもそういう感じで今こうして時間あるうちに、若いうちに何でもこう勉強というか、まあ、自分をやっぱり成長させて、できるだけこうね、いろんなこう今後の人生においていろんな選択ができるように、いろんな自由な選択ができるように、ちょっと頑張っていけたらいいかなと思っております。ということで、まあ、そんな感じですかね。まああと、まあ普段のこのなんだろうな、このチャンネルでいう、バイクの活動でいうと、結局まだ完成してない玄武の、カスタムですね、あれも完成させたいし、清流もねちょっとなんとかもうちょっと乗りたいし、まあなんかいろいろあります。あとこの部屋ね、部屋も模様替えしたい模様替えしたいって言いつつ何も進んでないので、まあ、その辺進めたりとか、あとねものづくりとかもちょっとやりたいなって思ってるんで、まあいろんな本当にやりたいことあるんで、お金もちょっと必要なんですけど、まあ、そういう感じでそれを1年で終わって、まあ、いろんなことをやりつつ、自分を成長させる1年できたらいいなと思っております。だいぶ今日 だいぶ長くなってしまいましたが、2021年そんな感じで頑張っていきますので、重ねてにはなりますが、また1年どうぞよろしくお願いします。ということで、そう昨日ね、土曜日久しぶりにやっぱ清流乗ってツーリング行きたいなと思って、夜のうちにレンタルコンテナに行って、玄武と、清流入れ替えて、寮というかアパートの駐輪場に清流止めてたんで、今日本当朝からツーリング行こうかなと思ったんですけど、やっぱ朝寒くて、なんか8時ぐらいまでね、まだねマイナス10度とかね1度ぐらいだったかな、本当ねもう0度付近の気温で、寒くても外に出る気にならなくて、特にね清流はねやっぱり手が冷たくなるんですよね、手がね。結局昼過ぎ1時ぐらいかな、1時ぐらいに、ちょっとご近所を散歩して、結局清流はまたお休みにつきましたけど、なかなか距離乗れてないですけど、まあ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 、でもやっぱ久々乗るとね清流かっこいいし気持ちいい。でも前傾姿勢も楽しいし、何よりやっぱエンジンが気持ちいいね、もう4気筒の 600cc 最高です。ということで、もう今日は話がだいぶ長くなったので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また明日から仕事なんで、ちょっと以前のようにまた通勤 Vlog を、撮りたいなって気持ちはあるんですけど、まあ、さっき言った通り今はちょっと、今はというかそのリアルタイムに追いつくまではひとまずその、動画編集して毎日ちゃんとアップロードしてる、していくっていうその習慣付けをやりたいなと、まずはそこを徹底して習慣付けしたいなと思っているので、またちょっと動画は1週間後ぐらいに撮ることになるかもしれません。はい、まあ更新がね早くリアルタイムに追いつけば、また早く毎日動画撮影して毎日アップロードするっていう、まあ、最終的な Vlog の完成形に持っていきたいとは思っているので、お楽しみにしていただければいいなと思います。ということで、まあ、緊急事態宣言がね出ている中で、でまた、全然落ち着かないので1ヶ月延長とかいう話が今出てます。まあ、どうなるか分かりませんけど、まあ僕の会社もですね在宅勤務を今積極的にやっていて、まあ、パソコンでできる、遠隔でできる仕事は仕事の時は家でやってっていう感じになってるんで、先週とかもね1日半2日ぐらいかな、時代在宅だったかな、その前の週はもう3日ぐらい僕在宅してた気がしますね。まあそんな感じなんで、まあコロナにも、交通事故にも気をつけながら毎日通勤して仕事頑張りたいと思います。じゃあまた次回お会いしましょう。以上マルボールでした。ぜひ高評価お願いします。バイバーイ。あとこの間からずっとこれ着て動画撮ってますけど、やっぱねこれ着る毛布がねすごいあったかいんですよ。最高です。おやすみなさーい。